今回ご紹介するのは神戸電鉄神戸高速線の新開地駅です。新開地駅は兵庫県神戸市兵庫区新開地2丁目にあり、1968年、昭和43年4月7日に神戸高速鉄道南北線として新開地から港川間が開業、神戸電鉄が乗り入れを開始しました。当駅は阪急電鉄では路線としての最西端かつ最南端の駅で、神戸電鉄では最南端の駅となっています。地下1階に神戸電鉄乗り場と改札口、地下2階に阪神・阪急乗り場があります。改札口は東西に各1箇所あり、西改札は神戸電鉄乗り場付近にあります。隣の高速神戸駅とは改札外で地下街メトロ神戸を通じてつながっています。期間の異なる神戸電鉄以外はこの駅を介して相互に乗り入れ可能な設計になっており、工場への改装などが行われています。当駅に発着するすべての路線は神戸高速鉄道が第三種鉄道事業者として線路を保有し、阪神、阪急、神戸電鉄の3社が第二種鉄道事業者として営業を行っています。神戸電鉄は東端式ホーム2面3線を有する地下駅です。阪神・阪急乗り場と同様に中央の1線を2、3番乗り場として共有しているため、こちらもホームは4番乗り場まで存在しています。ホーム有効長は6両編成分ですが、停車列車は4両編成または3両編成のワンマンカーです。駅に停車いたします。有馬温泉駅は
今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。